白湯を飲んで腸もみした後にいつも飲んでるスムージーを作りたいと思います。材料はこちらです。バナナ、豆乳、ブルーベリー、ミント、そして甘さは蜂蜜で調整します。食物繊維と、まあ、ポリフェノールだったり、まあ、大豆ですよね、まあ、なんか便秘解消にもいいし、美肌にすごくいい朝の腸活スムージーです。早速作っていきたいと思います。そしたら、まあ、一口サイズぐらいでいいと思います。はい、こんな感じで入れて、次にこのブルーベリーを入れます。基本冷凍の、まあ、ブルーベリーだったり、なんかベリーミックスみたいのも売ってるじゃないですか。あの辺を使うことが多いです。ね、ヨーグルトとかでもいいと思うんですけど、私は朝ね、割とドリンクっぽくさらっと飲みたいので豆乳を使います。入れる量をよく聞かれるんですけど、ドロドロしたスムージーが好きな方は少なめで、私は割とジュースっぽくしちゃいたいので、ひたひたするぐらいまで入れちゃいます。ちょっとブルブルって混ざっちゃって、こんな感じだけど可愛いね。甘いの大好きなんで、蜂蜜をここに、私は1、2、3ぐらい、これでミキサーにかけるだけです。では最後にミント入れていきたいと思います。ハーブを、取り入れてあげることでリラックス効果とか、睡眠の質が良くなったり、疲労回復したり、ストレスが和らげたりっていう意味で腸活を支えてくれる大事な食べ物です。こうやって、これだけでも可愛いの。でもな、欲張りだから全部いっちゃおうかな。腸活スムージーの完成です。美味しそう。早速いただきます。美味しい。なんかいつもよりなんかちょっとだけ美味しい気がする。なんだろう、ちょっとこう愛を込めたかな的な。本当に美味しい。スムージーとかに腸活メニューいろいろ取り入れてあげるとすごい飲みやすいし、続くと思うんですよね。朝楽しく美味しく続けられるので、すごくおすすめです。私は本当に白湯、腸もみ、このスムージーっていう、この3つのルーティンを大切にしてます。ぜひ試してみてくださいちょっと待って、なんだこれは